ホラーナイト ST スタジオ。うわ、最近当たり前のようにホラーナイトでえげつない声入ってますよね。動画で気づかないヤバい声がめちゃくちゃ入ってるので、コメント欄の皆さんがとってもなんていうか大活躍してくれて、全部見つけてくれてるんで、いろんな動画のコメント欄もう一回見てみて、探してみるといろんな声が聞こえますので、ぜひ見てみてください。いろんな声が聞こえますので、ぜひ見てみてください。えげつないのが増えたら、またまとめのホラーナイトをやりますので、皆さんお待ちをお願いします。ということで、今回2つ怪奇現象についてお話しするんですけれども、まずですね、階段が13段の家はとてもヤバいらしいと、いうコメントがよくありまして、うん、僕とターボーでこの家の階段の数を数えてきたんですよ。まあ、その映像があるんですけども、あまりにもちょっと不気味だったので、ちょっとアップするのが遅くなってしまって、アップするのがなんか嫌で迷ったんですけど、まあコメントでもちょくちょく来るので、まあアップしようっていうことになりまして、まあ今回撮っていると。1ヶ月前ぐらいにね、1回調べたんだよね。そうだね。まあその映像は1個後で話すんですけれども、とりあえずその前にですね、こちらの映像をどうぞ。めっちゃどんどん行ってる上に、ドアもガンってなったし、いやドアもカシャってなった。ドアは確かにね、俺が一番近かったけどガシャンってさ、上もどんどん行ってたし、上見てきて。もうそれ嫌なんですよ。俺行くよ一緒に。なんか感じる？うん、俺最近霊感落ちてさ、全然感じなくなってきたんだけど。なあ、今日は感じるね。マジで言ってんの？マジ久々なんだけど。今分かる？何？俺分かんなかったよ。全然分かんなかった。すげえ、そっちの部屋でうーって言ってたの分かる？マジで言ってんの？俺行きたくない、マジで。今日やばいよな、めっちゃやばいんですね。ここだな、なんかいいやん、何するの。押し入れなのかよ、しかも、うん、久々だよ。一回ここで会ったもんね、押し入れで顔を映るっていう、うん、ここにちょうど顔が映るから、気持ち悪い。はい、ということで今見てもらった通り、まあ、最近玄関ってドアがえげつない音鳴るじゃないですか、うんうん、まあ動画にも映ってると思うんだけど、まあ、それは久しぶりに会った時だよね、うんうん、久しぶりにヤバいなってなった時に、さすがに上誰かいるんじゃねってなって、それで恭平が見に行ったんだよね。そしたら恭平が声を聞いたと。恭平自身があんま声聞くとか言うこと自体も結構久々だったから。そう、霊感落ちてるからあんまり最近わかんないんだけど、これだけは本当にガツリ聞こえてしまって。いつも聞いてる声ではなかったな。初めてなの？うん、めちゃめちゃ低い声だったよ。動画に入ってるのより低いって。うん、あれより低い声とかあるんだ。そう、ちょっとやってみて。ブスだな。あれ思ってよ。めちゃくちゃブスでびっくりした。ないでしょ。まあ男の人の声はね、この聞いたやつの他に動画にもちょくちょく入ってるんだけど、まあ、それとは違った声と、女の声が3、4種類入ってる、うん、同じ人なのかわからないけど、全部違うとしたらもう7人ぐらいこの家に、めちゃめちゃ多い。本当に前回ね、ありえないガチの顔が映ったっていう、顔も映っちゃったんですけど、それもまだ本当に怖いんでね、ぜひまだ見てない方は動画の最後のエンディングのとこから見るか、概要欄から見てみてください。ん？今、うん、しなかった？なんか落としたの？下だよ。バリバリみたい。ジリジリみたいな。うん、嘘。え？全然聞こえなかった今。聞こえるよね、全然。うん、え、聞こえなかった？お前全然わかんない。いや、俺もわかんなかったよ。硬いものを爪でっていうな。もう最悪やん。全然聞こえなかった。はい、ということでこちらが一つ目ということで、うん、はい、次が問題の映像を流すんですけれども、うん、本当に不気味なので心して見てください。どうぞ。じゃあチェックしていきます。階段がね、何段があるんだろうか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。え、これって入れるの？ここ入れたら14。あ、うわ、なんか微妙だね、なんか
だとしたら降りるときは13じゃん。え？ここはないとするでしょ。あ、そうだね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。嘘でしょ。嘘でしょ。やってんじゃん。玄関あれ入れんのかね。あれ降りるときは入れられなくないかな。うん。知らんけど。あれ入れていいんだったら14ですけど。ちょっとなんかね、コメントで言われて気になったからやってみたけど。ああ。もしかしたら13階段なのかもしれません。最後のやつを数えるなら14なんだよね。最後の一歩目を床として数えないんだったら13、うん、13になる。うんうんうん。しかもあと結構よく見るのがさ、玄関の目の前にトイレあると良くないって言うじゃん。ああ言うね、うん、それは。13あっちゃうとさ、これもさそう本当なのかなとか思っちゃうよね。いろいろ該当しちゃってんのがまたもう気持ち悪くてしょうがないんだよね。構造からやばいんだね、それ、うん、やばいと思う。前のチャンネルでね、あったホラーナイトでやったやつなんだけど、押し入れの右下に謎の封鎖された壁があるとか、本当に訳がわからない。なぜ我々はここに引っ越してきたの。うわおやったね、今のは。やっぱ撮影中結構多いよね。うん、やっぱ反応してるんだよ、ね、うん、13番という決定的事実が今回出てしまった。それでこのね、もう11、12、13、11、12ぐらいからちょっと冷やす。はみたいな。そマジかみたいな。そこはもう当たり前のように外してくれ。もう15か16でいいな。あー気持ち悪い。やばいね。どうしたの？なんかめちゃくちゃ嫌な予感すんだよね。左上またあそこっすか。若干鳴ってない、あの辺で。違うんですよ、触れたくないんですけど、あの上、顔映ったところなんですよ。うーわー、最悪だ。そうだったね。マジでちょうどこの上だった。ここが洗濯するところでしょ。うんうんうん、そうだね。そこで。あー、そうやー。上行きますか。行くっすか。行くの。怖えだよなー。まあ、一応、ちょっと階段もまた数えがてら。そうだね。じゃあ行きましょうか。よし、じゃあ数えようか、1個ずつ。1ね。はい、これ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。待って、今めっちゃ嫌な予感した。え、なに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 、やばい、ちょっと待って。え、なに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 、また、ちょっとたつき見て、ちょっと行って。もうあの顔あったところ見た瞬間めっちゃ寒気した。ちょっとマジでやばい。あー、なんかやばくない？なんかごちゃごちゃしてんのも怖えな、なんかあのね。なになになに、なんかめっちゃ気持ち悪いよ。っていうか寒くない ?2階。そう、涼しくない？なんでこんな涼しい？確かに、なんで、めっちゃ気持ち悪い。エアコンここ、そう、そこなんですよ。顔映ったのもそこなんで。うん、この辺だっけ。うわ、ここら辺か。気持ち悪いな。じゃあ揺らしてみる。揺らす。あー、やってみるか。まあやっぱり肉眼では見えないよね。全然見えない。まあね、姿は見えないかな。上から行ったら確率に13になるってことだよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13ってことですよ。最後のは段じゃないってことは13。そうだね、だってもうフローリングだもん。ここだもんね、うん、13、ほんとだ。ねえ、上風の音した。上風の音するよ。え、まあ、さっき閉まってたよ。うん、ねえ、さっきまだ閉まってたもんね。うん。え、ちょ、いやー、ってまだ閉まってたよね。うん、風の音するわけないよ。閉まってんの。ねえ。はい、ということで、はい、今見てもらった通り、床を数えないのであれば13段、数えても13か14の間というよくわからない怪しい結果となっております。言いましたね。俺も今のが聞こえた。まだ言ってるもん。
僕たちは今撮ってる最中なので、うん、上に行った映像はこの後見るのでよくわからないんですけど、もしかしたら僕らでもわかるような顔がまた入るかもしれないし、うん、またコメント欄で皆さんがよく見て見つけてくれるかもしれません。ということで、いろいろなホラーナイトにももしかしたらもっとね、いろんな声が入ったりしているかもしれないので、ぜひいろんな動画見てコメント見ればよくわかるんで、うん、それでちょっと見直してみてはいかがでしょうか。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。リーダーがまだやってんだろ、やれ。